こんばんばはタムランチでございます <laughs> ええー、先ほどまで明日の仕事の1個が決まらずまあ,あのうちにはいたんですけどねええー、まあなんやかんや手術同時進行でちょっとまあ返事待ち的なものがあって <laughs> 終わりましたはい <laughs> ええと今日はですねええー、アリス アリスというか、はい。えー、アリスのドラマーの矢沢徹さん、金ちゃんのソロ曲を初めてカバーしてみました。えー、と、これもですね、あのー、アリスのファイナルコンサート、3人だけの後楽園のフルカバーの一環なんですけども、えー、と、矢沢金ちゃんのソロコーナーで、えー、ピアノで弾 <laughs> き語りをする曲なんですが、 ええとですね、この曲は、あアリスのもう前長期ですね。アリスのアリ、アリス、アリスセブン。あの、チャンピオンとか出した頃。えー、あの時にですね、矢沢徹さんもソロアルバム出してるんですよ。バラエティーツアーっていう。でね、このアルバムね、うちのお兄ちゃんがね、買ってたような気がするんですよね、確か。うーん。 でも、まともに聞いたことないんですよね。あの、やっぱりね、子供こにね、子供の頃はさすがにちょっとね、やっぱり、なんて言いうんですか。アリスのもうフロントといえばね、チンペイさんとベアンですから、あもちろん、キンちゃんも大好きですし、キャラ的にもね。えー、でも、当時あんな、そんな子供にね、キンちゃんの音楽性なんかわかんないですよ、えー。メジャーソングばっか好きだったんだから、アリスのね。えーまあ、そんなこともあってね、 あんまりとかほとんど聞いたことないんです。そのバラエティツアーっていうのは。YouTube で何曲かね、なんかあった気がするんですけどね。まあそれもちょっとまあ、あの、じっくりと聞いてないんですけど。えー、その中に、あなたがいるだけでって今日やったこの曲が入っているんですが、えー、っとね、ライブではね、アリスのライブではあれですよ。あの、限りなき挑戦、武道館ライブ、伝説の。はい。えー、日本人初の、 5日間でしたっけ連続武道館。確か日本人初のってのが確かなんかついてたと思うんですけど、5日だか3日だか忘れたけど、3日ってことはねえな、5日くらいだったかな。映画にもね、なってて、一時 YouTube でね、見れたんですけどね、もう削除されちゃったけど、<laughs> なんか、B、BS というかなんか、なんかああいう有料チャンネルでなんかやってたような気がしましたけどね、うち映らないんで見れなかったですけど。 あれ DVD とかないかな見たいんだけどな。なんか、あの、米安がファンに向かって、なんか、マナーをなんか、すごいたどたどしく言ったりとかね、する。結構、結構、美味しいんですよ。登場がね、金ちゃんがなんかね、遅れてきてね、金ちゃんが道で転ぶっていうね、ベターな演出があったりとかして。まあいいや。はい。まあその、その時にね、えー、そのツアーで歌われたのが初めてじゃないですか。 ライブ版ではそこの後のライブからはまあ、つってもえー、リリースされたのは限りなき挑戦から数えれば限りなき挑戦と3つしかないのかん限りなき挑戦とそのあとがもうあれか後、えー、楽園2つか、えー、3606日バックバンド連れたファイナルライブと3人だけの今私がやってる3人だけの後楽園の3つかで えーと3606日のバックバンドを連れたドカーンっていうファイナルライブではソロコーナーなかったのでだから2つか苦いですね限りなき挑戦と、えー、3人だけの後楽園の2つしかないですねだから聞いたことあるのはその2つなんですよライブ版で聞いてるんですよええー、で金ちゃんのね、えー、ボーカルというか金ちゃんのライブって 結構ネタっぽく扱われてましてそれはもうアリスがそういうふうに使ってるから別に私がネタと呼んでるわけではないですけどえっともうあれですよねあのファーストリサイタルだっけなんかアリスってリサイタルとライブってなんかこう分けてたんですよね人の曲カバーとかしたりするのがリサイタルとかなとかなんかそんな定義でやってたような気がしますけど、えー ファーストとセカンドのライブ、どっちがリサイタルだか忘れちゃいましたけどね。もうその頃からソロコーナーやってて、あれなんだっけな、金ちゃんの。夏の終わりにかな、曲名違ったらごめんなさいね。僕の好きな人を描こう。まあこれはアリスの、えぇ、ー、<laughs> ?4? <笑>いやーだめだ、忘れたな。2ってことはねえな。4だな。4、ーぐらいに入ってる曲が。え 3かな。まあ、初期の頃ね。えー、ベイアンのヘルプを受けながら歌ったりとかね。えー、したりして。で、えっとね、アリスの5に入ってる曲。私、あの、キンちゃんがメインボーカルの曲は、1曲だけ今までってカバーしてて、僕の思うことっていう、すっごい曲があるんですよ。すっごい名曲ですよ。もう曲の展開がものすごいやつ。えー、いつも思うことだけど僕の声。 愛のの歌歌うのにはとても大悪すぎる歌はみたいなあの曲が私のオリジナルのね一番のヒントになってるんですよあの。最初にオリジナルを書こうと思った時に骨髪かしくてね歌詞書くのがうわ恥ずかしいとか思ってなんとかなんねえかなと思った時にそれでもうノンフィクション作家になったようなもんなんですけどんちゃんのこれを思い出して。 ああ自分のことをそのまま歌えばいいんじゃんっていうね本当にね考えてみれば本当にオリジナルの原点は金ちゃんかもしんないぐらいな曲があるんですけどそれはカバーしてますねこの動画の最後に貼っといてみようかなええー、というかキ金ちゃんのねあのダイブのソロコーナーはその前の MC が面白くてねとっても <laughs> 確かあのね その僕がの思うことっていうのはアリスの「んエンドレスロード」っていうライブアルバムかな「え今も誰も」とかヒットした時のね本当に大ブレイク寸前のライブであのライブ結構いいんですよねあのベイアンのソロコーナーがすごい充実していて忘れかけていたラブソングとか「ページ99」とか「飛び立てジェットプレイ」も歌ってたよなでチンさんが「熱い吐息とか。 歌ってるすすごいい,いんですよさらば青春の時も歌ってた気もするし遠くで汽笛もやってたしあの大ヒット曲がなかったですけどすごいいいライブなんですけどねその時の矢崎欽ちゃんもなんかすごい面白いくっちゃべりしてましたけどであの2人ちんぺいさんもよく結構ネタにしてねあの <laughs> その金ちゃんのソロコナンの前の振りの MC でね あの安田さんレパートリーいっぱいありますけど今日は何をとかね、えー、そんなレパートリーアリスの中ではないのに行ってみたりとかねしたりして、えー、であの、まあ、一番印象にあるのはやっぱりその3人だけの後楽園で、えー、もうライブの終盤「えー、走っておいで恋人よ」をオーディエンスと大合唱した後にソロコーナーに入りまして、えー、米安が帰り道を歌って その後に金ちゃんが、えー、このあなた「あなたがいるだけで」って曲を歌うんですけど最初の MC はね結構ひょうひょうとね笑いとるんですよ、えー、思えば10年間歌はついにうまくなりませんでしたみたいなこと言ってねもともとうまさで勝負しようと思ってないし逃げる手としては味があるなとみたいなね 最近弾き語りの極意みたいなものをつかんだ気がしますが今日はそれが出ればいいんですが出なければいつもと一緒ですみたいなそんなこと言ってねえ入るんですよ。あのなんか盛り上がりもない曲ですがこの曲ね盛り上がりもない曲ですが寒さもひとしおかと思いますがなんつってねあの11月のすごい寒い時にやったコンサートなんででまあももろにピアノね弾き語りで入るんですよ。 矢沢んちゃんはあのアリスで結構ね3人だけでやるセッションとかピアノ弾くんですけどアリスになってからピアノ始めたそうですよ矢沢んちゃんは自分の居場所を探すために、えー、もともとドラマですからねアリスやる前からもうプロのジャズドラマーとしてデビューしてたぐらいですから本んにアリスは矢沢徹さんを最初の頃は買い殺ししてたような感じじゃないですか。もう ところどころにもすごい光るもの後から今聴けばねアリスの2のアレンジとかもう金ちゃんになかったら本当にアリスはと思うぐらいな風ですけどそんなにねドラミングがね前面に出てこない時期が長かったみたいですからなんとか自分のね居場所を探そうということでピアノもアリスになってからやられたそうですけどでこの曲ね、えー それだけひょうひょうと笑わして歌い始めたのに最後の最後で金ちゃんがね関係余っちゃうんですよ。その時にこの間くっちゃべったね曲終わった後に金ちゃん持っとなけっていうふととき者がいるんですよ。はい、まああの本当と2曲なんですこれ。でピアノね曲なんでと思ったんですけど ちょっとコードもねあのいろいろと調べてみたら、まあ、ちょっと難しいコードだったんでこれはピアノはきついわと思ってギターでやったらどうかしらと思ったらいい感じになりそうだったんでギターでやりましたえー、まあ基本はコギの弾き語りですけどちょっとなんかもうちょっとと思って、えー、セミヤコでちょっと音揺らしたようなののうんあのアルペジオチックなもの 入れてみましたけどもなんか歌ってて感動したな今日はやっぱいい曲なだなこれあの「感動のあまり2番にまた勝手なコーラスつけちゃいましたすいません本当にみんなに聴いてほしいな」っていうタイトルつけてるくせにね原曲をいじくっちゃったってすいませんだってもうなんかそうしたかったんだもんあんまりにもサビんところがいいのでね まあそこはご勘弁ということで。やばい。熱が入った。もうこんなに喋ってる。はいまあ、とにかくね、あのアリスの矢沢徹という人はすごいんです。本当にすごいんですよ。音楽センスの塊だと思います、僕は。はい、もっと早く気づけばよかった。まあ無理、子供の頃はね。<laughs> そんなに本人が前に前に出てくるキャラでもないし。えー、でもすごいですよ。 はいということで、えー、とやってなかった曲の1曲がこれでできました。えー、あなたがいるだけでですね。あと、まあ、2曲ほどやってないのはねありますが、はい、またやってみたいと思いますけども今日はあー矢沢徹さんのソロ曲の、えー、3人だけの後楽園で歌われた「あなたがいるだけで」という曲やってみました。 えー、僕が僕の思うことって曲もねちょっと貼っといてみますんで興味ある方はそちらもご覧になってくださいすごい曲展開になってますということで「タムランチ」でございましたそれでは今日はこの辺でおやすみなさい